小ヤギチャンネル、まっしょい。はい、どうも、毎度小ヤギです。本日はですね、ちょっと最近 あんまりやってなかったんですけども、このライバルアリーナというですねゲームをやっていきたいなと思います。で、この収録をする前に1試合だけやったんですけれども、やっぱ久々にやるとね、面白いなって思うんですけど、このゲームがいかんせんね、マイナーなんですよね、結構ね。まあ、プレイしてる人はね、わかると思いますが、ちょっとね、軽くやりながらルール説明と、今回使うデッキね、このアマゾネスっていう、まあ、特徴としては、突撃時、このターン、この突撃時のターンのみアタックが3プラス3で2なんで、まあ、5になるよと、はい、これがまあどういうことかって、もうこのゲーム知らない人には、ね、残っちゃって感じだと思うんですけども、まあ、このキャラの特性としては、とりあえず突撃というね行動があるんですけども、突撃すると、まあ、いいと。で、今こういうデッキを組んでるんですが、こんな感じでね、キャラそれぞれいろいろ特徴があるんですけれども、このデッキはこうやってね、突撃すると、まあ、強いようなキャラを入れてます。はい、突撃特化型デッキだと思っていただければ。さあ、じゃあ突撃は何ぞやというところでね、実戦を交えて説明していきたいなと思います。さて、この公式戦っていうやつをね、やっていきます。バウンティーラッシュでいうと、リーグバトルですね。で、今バウンティーラッシュね、普段バウンティーラッシュっていうゲームを主に実況してるんですけども、イベントがねクソもんなくて、ザクザクトレジャーっていうねイベントなんですけど、本当にやる気でなくて、まず1試合潜って今終わってるんかな。で、しかも今日ねシーズンの入れ替わりの時期なんで、はい、ちょうどね、まあ、息抜きみたいな感じでこのゲームのね実況しようかなと思いまして、でこうやって配置とか順番も変えれるんですけど、このまま行きます。はい、さあ、まずね、実況するも何も小ヤギがね久々のプレイなんで、はい、小ヤギ自身がいろいろ思い出しながらになりますが、とりあえずね、こいつの特性でね、前方にいるキャラは、これですね、はい、回復していくんですよ。で、これね、タイムがあるんであれなんですけども、とりあえず動かしましょうか。はい、左にずれました。で、これね、グーチョキパーがいわゆる属性ですよね。はい、で前列で勝負をすると、はい、ね、どうしようかな、なんか嫌な状態になっちゃった、こうします。はい、6がめちゃくちゃ食らうな。じゃんけんの要領でこうしましょう。なあ、入れ替えちゃった。入れ替わっちゃったよー。あー、死んじゃうねー。はーい、死んじゃうと。で、これが、はい、溜まると突撃ということができます。突撃とは何かと。とりあえずね、突撃は今、したくはないんやけど、はっきり言うと。まあ、突撃しようかな。突撃しますね。どのキャラで突撃しようかな。こいつに。これがもし当たれば、はい、一斉攻撃ってことですね。はい、まあ、属性の関係性もありますけど、2たす2たす2ということですね。はい、あー、うぜえなー。どうしようかなー。そうだなー、今こいつ突撃に特化してるか、これは違うな。いいか、こいつに当てたいねんな。ほらな、まあ、こうやって避けられると。
でこれ今対戦してるのはコンピューターじゃなくて対人戦なんでね、めちゃくちゃ面白いです。あはで突撃外すと、突撃が成功すればずっと 100% のまんま減らないと、そんなことはどうでもいいと。どうしようかな、どうしようかな、今週やばいよ、ね、やばいね。また突撃溜まったから、そうだな、どうしてくるかな。こいつ動かさんと思うよね。こいつに突撃しようか。はい、オッケー。でこれね、キラキラしてるでしょ。こいつもダイヤモンドって言って一番ね、ランクの高いというかレアキャラですね。はい、こいつは強いんですよね。これ死んじゃうな、アマテラスが。どうしようかな、どう頑張っても死んじゃうか。いや、こうか。死んじゃうか。死んじゃうな。いたたたた、やばいよね。やばいよねって話だよね。そうだな。ダイヤモンド。で、このリンゴ取るとね、この赤いダイヤが1個増えるでしょ。これが、まあ、キャラによって個数が違うんですけども、溜まると覚醒っていうね、状態になると。そうだね、どうしよっかな。相手全然突撃してこんな。そういう動かし方か。これはだいぶしくった。でこれ全部マスが青く埋まったでしょ。埋まると全体攻撃がかかるんですよね。これもキャラによって能力が違うんですが、全体攻撃を食らう。そして小ヤギのこれ言うたら大将ですね、大将がもう出てきてしまったと。これはやばい、やばいよね、これだいぶね、これやばいわ。もう全然勝てやんわこんなん。もう勝ちようがない、これは諦めるしかないな。なんでこんな戦い方してるんやろな。これやばいわ本当に。どうしようかな。絶対こっちに持ってくるよね、キャラはね。ただこいつスピード速いくて攻撃力が上がって、しのいだしのいだしのいだ。さあ敵があと何キャラ残ってる。ボス出てきたね。なるほど。でも死んじゃうな、次の攻撃で。いや耐えれるな。ちょっともう勝ち方として、そうだな、難しすぎる。どうしよう。あっちに持ってこられたらもう無理やからな。突撃、そうきたんや。これはまだ一応生きてるね。おっしゃ、勝った勝った。嘘やろ、こういう大逆転もあると。だからこれがね、もう楽しいんですよね。面白い。で、突撃特化型っていうのはこういうことね。めちゃくちゃ今のはしびれたね。絶対勝たれへんと思ったもん。今の試合楽しかった。はい、というわけで、なんとなくの面白さはね、伝わったんじゃないかなと。はい、どんどん試合していきましょう。いやー、もうね、最後の最後までわからないから燃えるんですよね。で、このアマゾネスっていうね、うちの大将ね、このキャラまだ全然育ってないし、
それね、まあ、いろいろデッキ組む上でもどのキャラが合ってる合ってないとかで、アマゾネスに合ってるキャラクターっていうのは、コストが100って決まってて、キャラによってね、そのダイヤモンドだとか、違うんですよ。こいつがだからめちゃくちゃ食うんですよね。コスト24とか食うんですよ。でこういうちょっとそうだな、次にこれが強いんですけども、はい、コスト16とかね。でその次ゴールド、それ以下もあるけど今は入れてないんですけど、はい、コスト13みたいな感じで、100以内に組まないといけないんですよね。で最大で8人までしか入れれないっていうルールもあったりとか、まあ、いろいろそういうデッキを考えるのも楽しいですし、こういうねキャラをね捕獲しに行ったり、ガチャでキャラ被らせたりして、同じキャラなんですけどちょっとずつ成長していくんですよね、はい、それが小ヤギこのデッキに関しては何も成長してないっていう感じなんで、全然ね強くは正直ないんですよね。どうしようかな、はいよ、あっちもダイヤモンドだなあ。こいつはお互いの後列全体を手前へスリップする、なるほどね、なるほど。なんだけどこれも前に、あーそっちずれてきた、これね、あーでもじゃんけん的には勝ってんねんな。あとそうだな、これ突撃もう早速使いたいと思うけど、多分なここは大丈夫やと思う。よし、もしこのキャラがこっちにずれても、あずれたらあかんかったかあとか安牌じゃなかったな、まあまあ当たったからいいと。あーもう一匹来たな、いらんのが。そうだな、どうするだろうな、こいつ1個で覚醒できるんやったらこのリンゴどっちかが取りに来ると思うけど、あーダイヤモンド残してこいつにしよっか。あーお互い突撃で向こうの方が早いから死んじゃうと、あーあー2体での突撃甘いけども、あー死なない、しかもきついな、きついわ。そうだよね、きついよね。あーじゃんけん的にはこいつ OK、 OK、 OK、突撃特化型なんでね、突撃してな、もうこいつがランダムで追加ダメージ 1×2 を与えるからね、これもでかい。あもう出てきた向こう、これだいぶ楽な戦いかもしれんな。こいつが動かんな、どうしよっかな。こいつも動かす意味は今ないと思うな。こいつがここら辺を取りに来るか、あそうだな、こいつに突撃しよっかな。ボスは引っ込めたいはずやから、こいつ動かん。よし、まあリンゴ取りに行ったな。じゃあ左に行くかもしれない。 OK、 突撃が成功したら今追加2ダメージやからでかいな。で新しいキャラも突撃に特化したキャラが出てくると、突撃成功時にあアタックとスピードアップか。そうだな、このままでもいいんだけどもな。ボスを引っ込める、あちょっと待って、ボスが左に行くだけかな。いやわからんな、ちょっとこうかな。あ覚醒した、覚醒したけど
いや、学生うつしいね。全体にスピードアップか。あ、別にそんな大したことないな。じゃあ、とり早く覚醒できるこいつ、ウスアタックプラス2ね。よいしょ、オッケー。アタックプラス2にだけしとくか。滝こっちでいいよ。あー、そっち逃げたけど、こっちの方が属性有利なんで3食らう。はい、これもやっつける。これは余裕だな。 OK、 もう何しても勝てるね。だったらそうだな、あはちょっとずつ回収していくか。向こうも全体攻撃を狙ってるはずやけど、もうそれは勝てるよね。オッケー、こんな感じですね。よしよし、次の試合行きましょう。今回はだいぶ余裕があったと。まあこのランクがね低いっていうか、ほぼこのゲームやってないから、まあバウンティーラッシュの言うところの C 帯ぐらいかなD とか C とかにいる感じよね、ランク帯で言えば。まあ、ただキャラもあのそうだな、2年後ウソップぐらいを使ってるような感じ全然序盤って感じよ。弱キャラで弱い人たちが集まってるリーグに潜ってる感じね。はい、ただその中でも見せれる試合はある。さあ行きますよ。もう同じパターンで行くと思ってないけど、もう前出そうかな。前出し、あー、ここでいいや。よし、あ、向こう縦一列パターンか。嫌だな、嫌なんよね、ばらけてほしいね。よいしょ、よいしょ。じゃあこっちに連れてきますよ。あ、一緒に連れてきちゃったね君、体力多いね。あ、死んじゃうよね、早いね。 OKこうやな。あー、縦一列やな向こう。きつい。あー、さすがにきつい。まあ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 、オッケー。開通剤よいしょ。だいぶ痛い。向こうからの突撃、あーやばい、それは痛い。ちょっと待ってな。あー、よかった、ギリ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 だけど、あー、きついねー。向こうのスピードが、いや、こっちがスピードは速いんか。でしょ、そうだな、どうしようかな。ちょっと待って、あー、どうしよう。やっぱそいつ後ろにやるよね。うわー、もうちょっと待って、これはだいぶやばい試合やってるな、ずっと。属性的に不利なんだよね、ずっと。あー、そいつが来たか。これ一撃では片付けられへんのよ、属性的に。あー、痛い痛い、耐えろ。もうダイヤモンドが死ぬ。
めちゃくちゃつらいな。めちゃくちゃつらい。もうちょっとどうしよう。こっちの方が早い。あー、そうきたか。覚醒するね、うまいね。ただ一応あいつは処理して、覚醒してるとはいえ、あー、ダイヤモンド死亡。やっぱこいつだな、万能よね、有能。こいつなー、いや、どうしよう。一緒についてくな。やばいなー、そろそろ。OK! これはスピード的には負けてる。でも耐えた。オッケー、耐えたよ、ギリ。オッケー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 。ちょっと待てよ、花火ちょっと大事やけど、どうするかな。敵攻撃力みんな1やねんな。ただこいつもしでも覚醒したら、あー、うざいなこれ。ちょっとな、覚醒しに行くやろ。覚醒しに行くよね。ちょっと待ってや。あ、ここ。さっき突撃か。潰しに来たね。あー、危ない、耐えた。オーケー。オーケー。うわー、ちょっと待って。相手のデッキなんでそんな強いん？やばいな。怖すぎるわ、この。属性的には微妙だな。グーチョキパーだな俺。そうだな、相手の方がスピード速いんか。あー、潰しに来なかったんや。あー、そこに誰が来る。これも突撃に意味があるな。そうだな、やばいな。これこっちには動かんのかな。左にここ行こうか。あー、やった、動くんやん。もうだよね、これはやばい。あー、これはやばい。あー、突撃が。あー、これはやばい、本当に。あー、ボス出しちゃった。これはやばい、勝ちようがない。あー、あー、ボコボコや。っていうか敵のデッキがなんかすごいなって思うんよね。あーほう、まあ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 、 OK、 できることをやっていこう。そうだな、多分敵は突撃してくるようなことはせんか。ほう、あら、当たる。じゃんけんは有利なんですよ。よいしょ。おっと、あと一発当てれば死にますが。あらら、打ち放題タイム入ってた。普通にこいつが避けなければもう勝てる。こいつが避けなければ勝てる。どうしよう。動いた方がいいか。あー、動こっか。あっほっだよね。突撃、ここに動くな、お願い。おっとおっと
さかのまさかの勝ちました。あーおもろ、マジで。あーこれはやばいね。こういうことあるからね、本当にもう超絶望的やけども、いってそう間違えればね、急なもうどんでん返し、大どんでん返しやったね。あーやばいわ、ほんまにこのゲーム流行ってほしいよね。このゲームサービス終了したらマジで悲しいわ。これ本当にもう熱くなれるゲームなんで、これラス1ぐらいにしましょうかね。もう猫が泣き出したよ、にゃにゃ。さあ、いやーしびれる戦い結構してますね。この大逆転型がね一番見せ場あっていいかなって思うけど、いや圧倒的にしょぼい動画にもなりえるぐらい、もう絶対試合ひっくり返らんやろって思ってたけど、いやーよかった。最後ボスがね、あ向こうも格上やけども、さっきと同じですね、言うたらボスの属性的にはこっちパーなんで勝ってるよと。これでいきます。さあ、えこれはふざけてんな。もういかん、どういうデッキできたん、やめとんなこれ言うたらバウンティーラッシュで言うコビーヘルメットヘルメットヘルメットってのデッキで来るようなもんですよね。なめとんね、目立たぽなしみたいな。こんなんどうやって向かすもんね。これはおもんない、こういう人もいるんですよね。これは本当の初心者なんか、いやーどういう状態でこういうことが起こるのかな、たまーにあるんですよね。マジでどういう何の得もないねんけどな。最後の一戦って言ったけれども、あれが最後の一戦はさすがにないんでもう一戦だけ強い人と当たりたい。てかなんならむしろさっきの人格上やから絶対デッキミスやと思うんよね。スコアそう何試合か真面目にやってないと格上にならないから。さあ楽しい試合を期待しましょう。さあ始まります。さあ第191期とかって書いてるけど、小ヤギ実は第7期なんですよね、これ爆笑問題よね。よいしょ、俺思うけどこの上にいてから下に抜ける方がいいんかな、自由に動きづらなんだよね、全員前3人おる。だからこれ3人揃ってることによって体力がね回復するんだけれども、こいつがさ覚醒するまでに4つもあるからなかなか難しいキャラよね。じゃんけんはだから勝ってるんだけどな、どうしよっかな、こっち行こうか。うわー一列なっちゃった、あっち突撃まではまだまだあるで、これやばいね、これはそうだな、どうしようかな。あーどうしようかな、どうしよう、いやー覚醒、ちょっと待って、覚醒の条件なんで、
にはない。あ、攻撃ダメージ受けた時チャージ。マジかよ。だってこれこいつ強いな。こんなキャラ俺持っとらんのよ。うわー、しかもちょっと待って、結構きついな。そらさ、でもここ突撃や。あっ、グッと見透かされてた。こっちにはいかんって思ったんよな。やばい。しかも向こうも突撃できますよと。どうしようかな。こうかな。なんなんやろな、縦一列ほんまに厳しい。あー、死ぬ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 も。もう一回ここやろ。よし。ただじゃんけんが不利なんよね。これ生き延びるな。あー、めちゃくちゃこれ厳しい。パー3人で。あー、グー出てこい。次誰やったっけ。あー、チョキやった。でもこれはだいぶあれやな、いけるな。脳属性ならここや。猫がニャー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 言うと思う。さっきまでおとなしかったのにね。よいしょ、ギリギリ生きてる。何かを訴えかけられてる。ニャーって聞こえます。これはさ、さすがにどうだろうな。多分さ、突撃した方がいいと思うよね。ここだ。動かさんやろ。あー、そういう動き方か。あー、そうやった。そういう動かし方もあるわ。これ負けるな。ちょっと待てよ。あかんな、やばいすぎる。あー、死ぬ。あー、こいつがいないのはしんどい。ここや。あー、じゃんけんも負けてる。前列がじゃんけんやからね、言うたら。こいつとこいつで。ああ、もうボス出ちゃうよこっち。なんで倒れへんのそこ、本当に。これどうするよ。めちゃくちゃきつい、めちゃくちゃきついわこの試合。こっちとりあえずスピードは速いから。ああ、ボスの方に寄ってくるかな。こうかな。あー、ダメだな。ちょっと待って、もうダメだな、これは。どうやったら俺生き延びれんねん。どうすんねん、これ。突撃。あー、そこはいらない。そこはしょうもない。OK。ただ、どうやってこっちを攻めに来るかな。とりあえず、こいつは殺すと。あ、そっちに行くか。オッケーオッケー。でも多分こいつがここに来ることはないと思うから。いや、わからんな。こうや。あいつ遊んでんな、絶対にな。オッケー。じゃあそうだな、ここだ。あーあー、しんどい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 。もう無理だ、もう無理やわこれ。あー、さすがに無理だな。どうしよう、おまけに行こう。なんでやねん。なんでやねん。あー、そうなんだ。こいつずっと動かしてないから、こいつ動かさんのちゃうか。ほーら、ただ死なない。あ、死ぬわ。もう8やもんな、こっち。攻撃ボス出てこい。ボスまだなんだよね。だいぶ負けてるんやな。そうだな。普通に考えてここ
さあ、こっちに誰か出してこりゃいい。でもまあだいぶ強くなってるよな。これはボスがどっかに引くと思うよね、さすがに。だから、もしも、あ、ボスがこっちに、いや、ボスでここに攻めてくることはないか。ここ。あ、お前かよ。こっちパーなんだよね。人気伸びるよね、そら。でもさ、ボスが動かなかったら俺もしかしたらこれ勝てるな。ボス絶対後ろ行くな。ボスでここのリンゴを取りに来ると思うな。かけてみる。あー難しい。いや、ここ安牌で行こう。あーよかった、ここにやろうと思ったから。よし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 、遊ばれてた感もあるけど、これでこのボスは動きづらなったよね。だって圧倒的にこっちが優位やで今。こうや、これで全体攻撃もかかるから。オッケー、これもう勝てるぞおいおいおい、どうなっとるどうなっとる。全体攻撃、あっちも全体攻撃かけてくるもんな絶対。っていうことは俺が普通に左に行けばいいんか。なんで、まあまあいいよ。マス目塗りつぶしていこう。オッケー、へい、勝った勝った。途中どういうことなんかな、遊んでたんかもしれんけど慎重やったんかな。迂闊に攻めてこなさすぎたよね向こうがね。まあ、勝ちは勝ちだから。あー、もうなんかちょっと燃え尽き症候群になりかけてるわ疲れたー、この短い時間で。はい、というわけで最後の試合を終えました。はい、いかがだったでしょうか。でね、あの今みたいに対戦があって、対戦に向けて、まあ、こういう編成があってね。で、編成する、ちょっと重たいけど、編成するキャラは、例えばどうやったらわかるかな。ここ解放地っていうのがあるんだよね。これでね、まああの経験値っていうのもあるけど、捕まえに行くとね、キャラ被っていくと、あとだからガチャとかね回してキャラ被ったりでもいいし、捕獲っていうね、ちょっとポケモンみたいなシステム、もう欲しいキャラをね捕獲しに行けるんですよ。まあ、せっかくなんでちょっと一回行きましょうか、試しでね。それで終わりにしましょうか。楽勝さ。さあ、特に今回は目玉キャラみたいな捕まえたいキャラがいるわけじゃないから、あ、捕獲とは何ぞやっていうことでやっていきましょう。さあ、でこれがブロンズね。まあ一番低いこれで、で次シルバーね。でこの上にこういうやつのゴールド、ちょっとゴールドとシルバーの見分けがつきにくいけど、があってプラチナムっていうね、今ここにはいないけどあって、さらに上がダイヤモンドねっていう感じです。で今捕獲ってやったら、まあ 100% ねなんですけども、 100% じゃない敵ね、体力が多い敵とかはある程度ダメージ与えてヒッピー減らして捕獲率上げて捕獲すると、こんな感じですね。まあ本当にポケモンみたいな感じよね。体力が多いより少ない方が捕まえやすいよと。でレアリティが高いキャラの方が捕まりにくいよと。このままスッと試
試合をしていこう。レシ任せっていうのもできるんですよ。これいわゆるオートプレイですね。欲しいキャラがいないからね。よいしょ。どんどん回復していく。石が起こっとく。よいしょ。じゃあ次、今ここね、次これもある。ただメインキャラがいないからもう捕まえ始めてもいいかなっていう感じやね。せめてゴールドのキャラが欲しいかなやけども、まあ、自分が育ててるようなキャラがいればそのキャラが欲しいって感じよね。シルバーだな向こうで。相手の思考がね攻撃優先ってことはあんまり移動しないのかなっていうところで、こうがっつり移動したけどこれがね、例えば横移動のみとか、まあ、いろいろ条件があるんですよ。それに合わせて、まあ、行動を予測して捕まえに行くと。これもまた面白いんですよね。待機。待機だと、その場でずっとみんなあの位置変わらずに攻撃できると。だって、これも待機。わーお、でっかい、この一撃は。あー、突撃されてるね。ドーン。はい。今のやつは、リタイアしたときに、他の残ってる、その場に残ってるキャラの体力を2回復するっていう特性ですね。そういう特性もどんどん理解していくと、またデッキの組み方が変わったりとか、やられるタイミングとかもいろいろ計算してね、めちゃくちゃ頭使ってめちゃくちゃ面白いんですよ。このこいつなんや、持ってないな。だろうな、欲しいかって言われたら欲しないな。まあ種族で言えばまず魔獣とかが欲しいんですよね。まあまあそうだな、動くかな。いや、もういらん。はい、突撃。よいしょ。はい、回復すると。やめてー。はい、アイコですね、属性的には。さあ、次があります。で、あと、まあ、言うたら、モンスターボール。2個あるんでね、チャンス2回あると。さて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 、あー、レアスキンある。レアスキン、こいつやな。こいつかと思って、こいつがレアな。こいつレアスキンな。いらんけどな。なんやろこの青いのが。でも違う、移動することだって、移動することだって。危ない危ない。じゃあ捕獲 100% やんな。捕まえに行く。捕まえれるかな。うわー、どうしよう。ここ、オッケー。で、あとはゴールド捕まえに行くだけね。多分次動かんと思うのよね、さすがに。70% だからな。一回叩いてからでもいいんやけど、 70% で捕まるでしょう。まあ動かんかったらやけどね、こいつが。よいしょ。はい、 70% はい、捕獲捕獲完了。 OK 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 OK、 いい感じだったね。チョキチョー。ああ、どっちかね。はい。よいしょ。ああ、まあ、OK、OK。
これでおしまいと。いやあ、楽しい。オッケー、あ、ブロンズ、そうやな、だから。まあこいつ捕まえて、捕まえて、これね、まあ選べるんですけど、だいたいこれ合成するんですけど、合成するとさっき言ってたようにキャラが強くなるんだけども、あとまだ解放値がこんだけあるから、今は何もステータス変わらなかったよと。これがここまで行くと、まあ、スピードなりヒッピーなり何かしらがちょっと上がると、はい、まあ、強くなるということですね。合成します。はい、強になった。はい、こういう感じね、イメージ、はい、だからちょっとね、そう、試合もいいけども、こういう捕獲とかもめちゃくちゃ大事になってくると。このスピードが 0.1 違うだけで、行動が、速さが同じキャラ持ってても変わるわけだから、それは先手の方が絶対得だからね。はい、ゴールドキャラです。 OK、 一品上がりましたと。こうやってデッキをどん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 強くしていって、いっぱい戦って、ああだこうだいうゲームです。はい、めちゃくちゃ楽しいです。はい、というわけでですね、本日の動画は以上にしようかなと思っております。はい、もうなんかすんごい充実感、なんだろうな、ここまでの充実感はね、正直変な話バウンティーラッシュにはないんですよ。はい、これはね、かなり面白いゲームなんで、個人的にめちゃくちゃおすすめなんで、もしよかったら皆さんもインストールしてみてください。あのアイコンがね、 VS って書いてるアイコンなんですけども、まあこのゲームの正式名称はライバルアリーナで検索してみてください。というわけで本日は以上で終了となります。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。小柳でした。バイバイ。